アントン・チェーホフ作、天才。秘書がてら、士官の御家さんの別荘に間借りをしている画家のエゴール・サビチは、今、自分の部屋の寝床に腰掛けて、朝のメランコリーに浸っている最中である。庭はもうすっかり秋の眺めになっている。重苦しい、すこぶる拙く出来上がった早雲が、せっかくの大空を台無しにしている。肌を差し貫くような冷たい風が吹き、樹木は情けなそうな泣き面をして、一方へばかり身をねじ曲げている。大気の中にも地の上にも、黄色い木の葉がくるくる舞いをするのが見える。さらば夏よ。この大自然の幽門は、もし画家の目を持って観察するならば、また一種の美であり、詩であるには違いなかろう。だが、今エゴール・サビチは、美どころの騒ぎではない。彼はすっかりふさぎの虫に取りつかれて、せめてもの医者といえば、明日はもはやこの別荘にいないのだということだけである。寝台の上も椅子の上も机の上も床の上も、どこもかしこも布団だのくしゃくしゃに丸めた毛布だのバスケットだのの山である。部屋の中は散らかしたままで、ほうきも入れてない。窓からは脱線サラサのカーテンをひっぺがしてある。明日は都会へ引っ越しだ。主婦の御家さんは留守である。明日は引っ越しだから、荷馬車を探しに出て行った。今年二十歳になる娘の母ちゃは、口やかましいお母さんの留守を利用して、もうだいぶ長いこと青年の部屋に座り込んでいる。画家は明日この家を出て行くのだが、彼女には言いたいことが山ほどある。彼女はいくら喋っても喋っても、言いたいことの10分の1しか言ってないような気がする。彼女は目を涙でいっぱいにして、画家のむくげの頭に見入っている。見ていると、悲しくもあり、嬉しくもある。エゴール・サビチは、醜悪なほど、獣めいているほど、むくげである。髪の毛は肩骨までも垂れているし、ひげは首にも鼻の穴にも耳たぶにも生い茂っているし、目玉は茂りに茂って垂れ下がった眉毛に隠れて見えない。実に何とも言いようのない茂りよう絡まりようである。ハエでもアブラムシでも、一旦この密林に迷い込んだら最後死ぬまで帰り道は見つかるまい。エゴール・サビチは母ちゃんの言うことに耳を澄ましながらあくびをする。くたびれきっているのだ。やがて母ちゃんがめそめそ泣き出すと、彼は垂れ下がった眉毛越しにギロリと睨んで顔をしかめ、それから重々しい太いバスを出す。僕は結婚なんかできないんだ。どうしてなのよ、と母ちゃんはおとなしく尋ねる。なぜって、画家はもちろんのこと、一般に芸術に携わる人間は結婚なんかしちゃいけないからさ。芸術家は自由でなければならん。私があんたの邪魔をすると思うの、エゴール・サビチ。僕は自分一個のことを言ってるんじゃないんだ。一般的に論じてるんだ。有名な文士や画家は決して結婚なんかしないものなんだ。あんたが今に有名になるぐらいのこと、私だってちゃんと知ってるわ。でも私の身にもなってちょうだいな。私はママが怖いの。ママはあの口やかましい怒り虫でしょ。だから一旦あんたが私をもらってくださるおつもりじゃなくって、ただあんなにと分かったら最後私をひどい目に遭わせるに決まってる。私困るわ。おまけにあんたまだ家賃払ってないじゃないの。ちくしょう、払っちまうとも。エゴール・サビチは起き上がって部屋の中を歩き始める。陽光がしたいなと彼は言う。
そして画家は陽光ほど造作のないことはないんだと説明をする。絵を一枚描いてそれを売りさえすればいいのだと。そりゃそうねと母ちゃんは賛成する。あんたこの夏のうちになぜ描かなかったの？こんな物置小屋で仕事ができると思ってるのかい。第一モデルもいないじゃないか。配下のどこかでドシーンと扉の音がする。刻一刻母親の帰りに気を配っていた母ちゃんは急いで席を立って逃げていく。画家は一人ぽっちになる。彼は長いこと部屋の中を隅から隅へ歩き回る。椅子やガラクタの山の間を縫って歩く。帰ってきた御家さんが皿茶碗をガチャガチャ言わせながら、どこやらの百姓が一社二ルーブルとふっかけたと憤慨しているのが聞こえてくる。胸のムカついてきたエゴール・サビチは食器棚の前に立ち止まってボトカの瓶をいつまでもにらみつけている。いっそのこと死んでおしまいと御家さんが母ちゃんに飛びかかっていくのが聞こえる。憎まれっこよにはばかるってお前さんのことだよ。画家は思い切って一杯ぐっとやる。すると心の暗雲は徐々に晴れ渡って、あらゆる内部感覚が自分の身の中で微笑しているように感じられる。彼は空想を開始する。自分が有名になった時のことに思いは馳せる。もちろん未来の作物を想像することはできない。だが新聞が自分のことを大いに書き立て、絵はがき屋の店頭に自分の絵はがきが並び、友人たちが自分を羨望の眼差しで眺める光景は歴然として浮かび上がる。次に豪奢な応接間に座って美しい女性の崇拝者に取り巻かれている光景を描いてみる。けれど生まれて以来応接間というものを見たことのない彼にはこの光景はどうももやもやした雲霧に閉ざされがちである。女性の崇拝者もやはりうまく出てこない。母ちゃんを別にすれば、彼は生まれたこの方、一人の崇拝者にも、一人の両家の娘にも出くわさなかったのである。人生を知らぬ人間には、書物で人生を想像するというやり方がある。ところが、エゴール・サビチは書物も知らない。ゴーゴリーを読んでみようとしたことがあったが、2ページ目で眠ってしまった。ちっとも思いつかないよ。絶対とどこか開花で御家さんがサモワルの支度をしながら怒鳴る。母ちゃん炭を送れ。無双の画家は誰かに自分の希望や空想のお裾分けをしてやりたくなる。彼は台所へ降りていく。デブデブした御家さんと母ちゃんがサモワルの炭酸ガスを吸いながらくすぶった炉の周りでてんてこまいをしている。彼は大亀の隣の腰掛けにおみこしを据えてやり始める。画家って商売は豪勢です。行きたいところへはすぐ出かける。やりたいことはすぐできる。勤めに出ることもいらないし、泥の匂いを嗅がないですし、課長もなければ上役もなし。この僕が僕の上役なんですからね。まあそんな具合で言いながら、人類にはなかなかの大貢献をするんですよ。昼飯が済むと彼は休憩に取りかかる。大概は夕闇の迫るまで睡眠する。ところが今日は昼飯が済むと間もなく誰やらが自分の足を引っ張って自分の名を呼びながらゲラゲラ笑っているのを感じる。彼が目を開けると仲間のウクレイキンが立っている。これは風景画家でこの夏をコストローマ県で送ったのである。よう、これは珍客だ。握手と質問が始まる。おい、
何か持ってきたろ。君のことだから100枚ぐらいはスケッチをやっつけただろうな。とエゴール・サビチはウクレイキンがトランクから財産を取り出すのをジロジロ眺めながら言う。うん、まあなんとかやったさ。君の方はどうだ、何か書いたかい。エゴール・サビチは寝台の後ろに潜り込んで顔を真っ赤にしながらやっとのことでカマチにはまったガフを引きずり出す。ほこりと蜘蛛の巣で見えないほどである。ソラ、婚約者と別れたる窓辺の少女って言うんだ。モデルを3日使ったんだぜ。でもまだ完成してないんだ。その絵は開け放した窓辺に座っている母ちゃんのどうやら輪郭だけが出ている。窓の外は小庭と藤色の円形だ。ウクレイキンにはどうも感服できない。気分は出てるな。それに表現もあると彼は批評する。円形もよく出ている。だがこのブラシは金切り声だよ。恐ろしく金切り声だよ。そこへかわいいボトカの瓶が登場する。夕方になると友達で別荘の隣人であるコストイリョーフという歴史画家がエゴール・サビチを訪ねてくる。これは年の頃35ほどの小男で、やはり将来有望な卵である。長い髪をしてシェイクスピア風の襟のついたブルーズを着用してすこぶる威厳を作っている。ボトカを見ると顔をしかめて自分の胸の病を大いに悲しがったが、親友のタッテの勧めに余儀なく一杯をまず飲み干す。翔くん、僕は素晴らしいテーマを思いついたですよと彼はいっぱい機嫌で言い始める。僕は何かこういったネロといったようなものが書いてみたいですな。つまりヘロデとか、まあクレペンちゃんとかいったような、さもなければ何かそのお分かりですか。つまりまあそんな風なハレンチ感ですな。そしてこれにキリスト教のアイデアを対照させるんですな。一方には大ローマ、そして一方にはね、どうです、キリスト教なんです。私はその例が表現してみたいです。お分かりですかな、その例がですよ。絵画ではゴケさんが相変わらず怒鳴っている。母ちゃん、キュウリをくれ。シドロフんとこへ行ってクワスを取っておいでったら、このおてんば。3人の仲間はまるで檻の中の狼のように部屋の隅から隅へとカッポする。すこぶる真剣に、そして熱烈にのべつ幕なしに喋っている。3人とも魂を飛ばして興奮している。将来我らの小中に落ちるものは何ぞ、名声である富であるといった調子だ。彼らは陽気だ、そして幸福だ。彼らは勇敢に未来の目を覗き込んでいる。夜中の1時を回った頃、コストイリョーフはさよならを言って例のシェイクスピア襟を直しながら家路をたどる。風景画家の方は風俗画家の部屋に泊まることになる。寝床に入る前、エゴール・サビチは水を飲みに台所へとろうそく片手にふらふら降りていく。真っ暗な細い廊下には母ちゃんが手を膝に組んで上目を使いながらトランクに腰掛けている。彼女の青白い疲れ切った顔には幸福な微笑みが漂っている。瞳はキラキラしている。なんだ君なのか、何考えてるんだいとエゴール・サビチは尋ねる。私、あなたがどんな有名な人になるだろうって考えているところなのと彼女は半ばささやくように言う。あなたがどんな偉い人になるだろうと思って私楽しみでならないのよ。今の
あなた方の話はすっかり聞いちまったの。私だから空想してるの。空想してるの。母ちゃんは幸福な笑い声を立て始める。それから泣き出して両手をうやうやしく自分の神様の肩にかける。